はい、モンペです。こんにちは。今日は東京競馬場のグルメを紹介したいと思います。まあ、この紹介もね3回目になりました。もうね新型コロナウイルス等々で無観客になって、少しずつ少しずつお客さんを入れるようになってきて、東京競馬場もですねだいぶお店が戻ってきたので、第2弾までに紹介しきれなかったお店を紹介したいと思います。はい、映像はこの2022年のですね1月30日だったかな、その日に引退式を行ったラビズオンリーユーさんの引退式の様子ですね。すごいですね。でもね、モンペさんの出資していたウィクトリアっていう馬さんも頑張ったんだよ。このラビズオンリーユーさんと一緒に走ったレースもいくつか、オークスとかですけどね、ありますけれども、頑張ったんだよなんて言っちゃったりなんかしちゃったりして、でもすごいですよね。海外で G1 3勝。素晴らしい。良い、本当に良い引退式だったと思います。久しぶりに引退式見たな。ではグルメの紹介したいと思います。はい、まず最初に紹介するのは豚屋さんですね。はい、豚屋さんは非常に美味しい角煮丼がモンペさん的にはおすすめでございます。はい、どんなビジュアルかというとこれです。はい、もうねトロトロに煮込まれた角煮ですね。しかも分厚いんですよね。見てこれ、ほらすごいですよね。はい、白髪ネギに卵半玉入っておりますね。で、甘いタレがかかっております。うまいですね。ホロホロなんですよね。はい、もうねうまいしかない代物なんですが、ただ800円します。800円ですね。競馬場の丼にしては高い方なのかもしれませんね。ただ東京競馬場これよりもっと高い商品いっぱいあるんですけれども、800円いたします。800円の価値はある肉厚の角煮が乗っている代物でございます。本当にうまいです。豚屋さんの一押しですね。もうよだれが出そうです。はい、でこちらはですね650円だったかな、650円の豚キムチ丼になります。はい、豚キムチがオンザライスされているものでございますね。もちろん豚角煮丼とは別の日に食べております。豚角煮丼食べた人は別の日に取っております。こちらもおすすめでございます。もうねだいたいうまいってわかる、ビジュアルからしてわかるやつですね。こちらがカレーですね。はい、豚屋さんのカレー570円でございます。これね、デートの時は気をつけてください。カレーと思って舐めたらいけません。ちょっと見えますかね、ニンニクがあるんです。ニンニクが結構ひとかけらニンニクがあって、こちらを避けて食べるっていうのもねなんかあれなんで、ちょっとデートの時には気をつけてください。味はねもう本当によろしいものでございます。はい、では次ですね。次は馬釜ですね。こちらは豚屋さんだけで売ってるわけではないんですけれども、豚屋さんにあったので豚屋さんで買ってみました。馬釜ですね。はい、これもう練り物ですね。練り物2種類食べてみました。こちらはねタコとチーズでございます。これも非常に美味しかった記憶がございます。では次行きましょう。はい、次はカス屋さんですね。関西の競馬場にはよく見かけてたんですが、東京競馬場や中山競馬場にもできました。で、今回はカスうどんではなくですね、牛すじの煮込みを頼んでみました。やっぱりね牛すじ大好きなんですよね。こんにゃくと牛すじですね。で、ネギが振られていてっていうスタイルですね。あと唐辛子ですかね。美味しかったですね。カスうどんも美味しいんですけれども、今回ちょっとカスうどんではなく牛すじの煮込みの方の紹介でございました。もうね本当に美味しかったです。はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、次に紹介するのがサントリーさんですね。で、サントリーさんのこのおでんと浅漬けうまいですよ。これねうまいですもうね浅漬けねうまいですよ。ここので、ちょっと左横にあるおにぎりはちょっとサントリーさんじゃなくてキャロットさんっていうところのおにぎりでございます。で、このキャロットさんとサントリーってすごい近くにあるんですけれども、ちょっとキャロットさんのちょっとビジュアル写真撮るの忘れておりました。本当に申し訳ございません。キャロットさんのわかめおにぎりですね。これ鮭がちょっと入ってるやつのわかめおにぎり、これ100円なんですよね。100円。ちょっとねよくここでおにぎりとこういうおかずですね、おでんと浅漬けと浅漬けとおにぎりっていう日もあります。おでんとおにぎりという日もありますが、もうこのサントリーさんとキャロットの並びの復活は本当に嬉しいです。はい、いや、うまいんですよね。これうまいです。おでんもね5つだったかな、選べます。こちらで選べます。これとこれとこれがいいみたいなことで選べたと思います。この決まったネタで種が出てくるわけではございません。ご自身で選ぶことができます。はい、で、サントリーさんのもう一つの総力といえば
煮込みですね。煮込みさんです。もうね、ザ煮込みです。味噌味ですかね。こちらについては。ホルモンにネギ、もう大根、人参。もうね、シンプルなやつでございます。シンプルですと。まあ、これにね、さっきのキャロットさんのおにぎりっていうのも非常に合います。非常に合います。もうね、はい、ヘアグループと竹豊並みに合うのではないでしょうか。合ってるかな例えが合ってるかな、謎ですけど、合うと思います。キャロットさんのおにぎりだから、キャロットさんのまで言えばよかったのかな。まあまあ、許してください。そこまで頭の回転がありませんでした。はい、もうね、サントリーさんのおでんと浅漬けと煮込みうまいですね。プラスキャロットさんのおにぎりですね。キャロットさん他にもあるんでしょうけど、ごめんなさい、おにぎりしかカットがございません。では次行きましょう。はい、次は武蔵さんの朝定食にしました。で、朝定食のお蕎麦とカレーのセットにしてみました。こちらです。はい、まあちょっと控えめな量ではあります。ただまあお蕎麦ですね。お蕎麦とカレーがついております。うん、まあまあね、悪くはないです。悪くはないです。ただまあね、お蕎麦と言いますと、うま蕎麦さんのイメージがありますので、まあそちらに比べればですね、まあちょっとっていうものはありますが、まあ悪くはないです。お蕎麦、お蕎麦になります。ただまあおつゆが少ない気がしますけどね、これね。どうしちゃったんでしょうね。割と控えめなおつゆでございますね。うん、でまあミニカレーがついてます。ミニカレーがついてます。ミニカレーを食べるところは撮ってるのかな、私。あ、これから食べますね。はい、これがミニカレーです。まあカレーですね、うまいです。はい、まあとんかつとかね、こちらがメインなところでありますが、朝お得な朝セットがあるので、朝セットを今回チョイスしてみました。では次いきます。はい、では次なんですけれども、トマツさんですね。はい、ここはなんといってもフライドチキンですね。はい、トリセンのフライドチキンもうまいんですが、こちらのフライドチキンもうまいんですね。こちらでございます。もも、鶏ももでございます。素晴らしいですね。トリセンだと塩とからしが必要なんですが、こちらは結構味がついております。うん、香ばしくてですね、まあ、ちょっとニンニクが効いたようなお味がいたしますね。もうザ・チキンレークというようなお味がいたします。はい、ちょっとね、衣がサクサクしている鶏せんに比べれば、こちらはしっとりとした、しっとりとしたタイプのフライドチキンとなっております。まあね、こちらも非常にうまいです。はい、こちら400円だったかな。うん、ちょっと鶏せんさんよりは高めの設定でございます。まあ、ちょっとね、鶏せんさんよりも手が汚れることは必至でございます。はい、どうぞお手柔らかにお食べください。はい、すぐ洗ってくださいね。ではでは次いきます。はい、どんどん行きます、どんどん行きます。では次はですね、東京競馬場に帰ってきました銀だこだ銀だこです、噛んじゃった。はい、銀だこです。で、今回は銀だこ、まあ、たこ焼きを紹介するのではなく、東京競馬場限定のヒレカツ丼です。ヒレカツ丼、こちらになります。ヒレカツ丼の紹介となります。まあ、タレのね、ヒレカツ丼になります。まあ、タレカツ丼、タレのヒレカツ丼ということになります。うん、銀だこさんでタレカツ丼が売ってるのはおそらく東京競馬場だけなんじゃないでしょうか。まあよくは分かってはないんですけれども、おそらくそうだと思います。ご飯の上にキャベツで、たくあんでヒレカツが乗っててタレがかかっているタイプのカツ丼でございます。はい、うん、普通にうまいです、普通にうまいです。まあたこ焼きもうまいんですが、こちらも普通にうまいです。ただお弁当タイプになってますので、ひょっとしたらほかほかのものを食べれない可能性はあります。そこはもう運です、運、運になりますね。ガチャです、ガチャとなってしまいますので、そちらはご理解お願いします。では次行きましょう。はい、では次ですね。次は柳さんですね。こちら新しくできたお店です。うん、メモリアルスタンドで、トマツさんもですね、内ババからこちらに引っ越してきたんですけれども、メモリアルスタンドにあるトマツさんの隣にあるお蕎麦屋さんになります。まあこんな感じですね。まあ、もともとはケンタッキーがあったのかな。まあそういったあたりにあったお蕎麦屋さん。でも今回はおうどんにしました。おうどん、肉うどんですね。うん、関東風のですね、黒いおつゆに、まあ、もっちりとしたおうどん。で、まあ、豚肉ですね。多分豚肉ですね。こちらのお肉が乗っていて、ネギが、ふんだんに盛られているという形になります。うん、普通にうまいですね。普通にうまいです。うん、まあ、スープもね、だしが効いて、美味しい形となっております。はい。まあ、曇ってしまいましたね。まあ、こんな形ですね。うん。まあ、普通に美味しいです。普通に美味しいです。まあ、こちらもね、メモリアルスタンドに新しくできたので食べてみました。はい、では次行きましょうかね。さて続きましては、府中競馬場に戻ってきました、ドミソさんです。わー、はい、
2年ぶりですね、ドミソさん。府中競馬場に戻ってきました。中山競馬場にもね、あるんですが、中山競馬場では営業しておりませんでしたね。まあ、これで競馬場でドミソさんが食べれるようになりました。こちらがドミソのラーメンです。うわー、久しぶりですね。久しぶりでーす。本当に久しぶりでーす。もう卵が入ってるやつを頼みました。ちょっとね、この中太の、麺に絡むお味噌のおつゆっていう形ですね。ちょっと背脂が浮いてるタイプなのですかね。非常にうまいですね。卵も半熟卵となっております。どうよ。うまい。うまいしかないっすよ。いやー、久しぶりでしたね。いやー、これね、良い味ですね。味噌ラーメン。ドミソさん戻ってきました。では次行きましょう。はい、次は鳥駒さんですね。こちらはですね、ちょっとお高めな落ち着いたご飯屋さんとなっております。うなぎとかね、本当は食べたいしご紹介したいんですが、何せちょっと高いので今回は天丼ということになりました。はい、まあエビの天、エビ天に、ししとうですかね、でイカとかが乗ってます。まあね、ザ・天丼です。ただこちらですね、これでもね、1150円だったかな。ちょっとやっぱりね、競馬場のご飯にしては、ちょっとお高めなんですよね。唐揚げ定食でも1300円とかなんですよね。うなぎはちょっと2000円以上します。というところでございます。本当はね、馬券が当たってうなぎを紹介したかったんですが、ちょっとそこまではいけませんでした。こちらで勘弁してください。はい。じゃあ、次行きます。では次なんですが、次は稲松さんですかね。こちらを紹介したいと思います。今ちょっとね、メニューを絞って 4品くらいしかなかったかな。はい、こちらプルコギ丼でございます。プルコギ丼ですね。で、店内こんな感じですね。プルコギ丼は、プルコギに温玉が乗ってるという形になります。あとお味噌汁にレンコンに漬物でございます。ね、美味しかったですね。なんか、ね、ちょっと今、結構メニューを絞っているっていう状態となります。はい。でですね、もう一人、お友達が頼んだのが、アジフライ定食ですね。はい、こんな形となります。僕が食べたのは、プルコギ丼になります。温玉を崩して食べます。うまいですね。はい、うまいです。では、次いきます。はい、そして、ついに、とうとうでございますが、ラストの紹介となります。ようやく戻ってきました。本当にようやく戻ってきてくれました。東京カフェ&ベーカリーさんですね。ここは大穴ドーナツ。大穴ドーナツを紹介したいと思います。こちらです。大穴、ちょっと見えづらいですかね。袋で隠れていますが、大きな大きなドーナツとなっております。これが大穴です。はい。ジュースが入りそうですね。これね、うまいんですよね。なんかこちらの、本来のパン屋さんは、もう、閉店しているので、本当にこのドーナツ、このパン屋さんの、パンについては、この東京競馬場でしか食べることができません。こちらね、なんか武蔵小金井か、どこかの、パン屋さんが元々だったみたいなんですけれども、こちらは閉店して、東京競馬場でしか本当に食べれないのでね、食べてみてください。こちら250円でございます。本当に美味しいです。おすすめです。はい。はい。いかがでございましたでしょうか。こちらで、東京競馬場グルメ第3弾のご紹介は終わりたいと思います。はい。競馬見ながら食べるご飯、あるいは飲み物は本当にいいものでございますね。美味しいもの食べて、お馬ちゃん見て、本当に楽しんでみてください。はい。もうね、お馬ちゃんが走ってるの見るの大迫力でございますので、お馬ちゃんの走る姿見て、美味しいもの食べて、本当に楽しんでください。では、またよろしくお願いいたします。またねー。いけ、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 はっはっはー、負けたー。いけ、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 頑張れ、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 負けたー。あんまり馬券買いすぎないように気をつけてね。
ほどほどに、ほどほどに、それ一番大事。じゃ、競馬楽しんでね。